神悟る君主が進化に悟し告げる文書日本国憲法施行前の日本において天皇の言葉として記された法令の採下、交付文。本校で口実上悟るとは日本国憲法の施行前の日本において天皇が法律、直令、または皇室令を再下し交付する際にその当初に天皇の言葉として当該法令を再下し交付する旨を記した文章の ことである。御署名原本保存箱当初は、公文式に上悟るに関する規定があったが、それに代わり公式例が制定され、その後は公式例の規定により上悟るを付されることになる。その後、日本国憲法の施行日に公式例は廃止された。日本国憲法下においては天皇による採下はなされないため、神悟るに代わって、公布文が置かれる。 大日本帝国憲法の上悟は全文としての性質を有し憲法典の一部を構成するとされていたが、ある一時期に成立した法令以外の上、悟の多くは単なる歳下及び交付を示す文であり、法令の一部を構成しないとされていた。そのため、通常の法令周到では上、悟の記載が省かれることが多い。また、法令の一部改正により上悟を改正することは、 ないため、神悟に記載された件名と、その後の改正後の内容や題名との間に、不一致が生じる場合がある。法令の全部改正が行われた時のみ、これまでの上悟は全部改正法令の上悟、または、交付文に置き換えられる。なお、1946年以降の上悟は、これまでカタカナ仕様の文語体から、ひらがな仕様の交互体に切り替えている。法律、 陳帝国議会の協賛を、今日、樽を再貸し、ここにこれを交付。セシム、陳は、帝国議会の協賛を経たるを再貸し、ここに、これを交付せしめる。直令、陳を再貸し、ここにこれを交付。セシム、陳は、を再貸し、ここに、これを交付せしめる。緊急直令、陳ここに緊急の必要。ありと任命帝国憲法第8条第1項に、 入りを再化しこれを交付せしむ交室礼。賃を再化しここにこれを交付せしむこの他にも、数密院の始順を経ているのならば、数密顧問の始順を経て、直礼の場合、貴族院の議決を経ているのならば、貴族院の議決を経て、交室礼の場合、皇族会議の始順を経ているのならば、皇族会議の始順を経てを、賃と懸命の間に追加していく。 1946年11月3日に交付され、1947年5月3日に施行された日本国憲法には神悟が付されている。これは公式令第3条第1項が帝国憲法の改正派神悟を尽きしてこれを交付すと定めていたことに基づく。また、この上悟は道場2項に前項の上悟に波数三つ顧問の沈む及び、 帝国憲法第73条にいる帝国議会の議決をふたる旨を記載指針書のご行字を、市内閣総理大臣年月日を記入したの国務閣大臣と共にこれに副書すと定められた通りの形式も整えられている。日本国憲法人は日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が定まるに至ったことを深く喜び、数密顧問の沈む及び、 帝国憲法第73条による帝国議会の議決を負た帝国憲法の改正を再択し、ここにこれを交付せしめる。漁名漁事昭は21年11月3日上、サトルの内容は日本国憲法の制定が第二本帝国憲法第73条の改正手続きに従って行われたことを示している。ここで公格上問題となるのは、 大日本帝国憲法と日本国憲法の間に法的連続性があるか否かである。神悟の内容をそのまま読めば、日本国憲法は大日本帝国憲法を改正したのであるから、両者の間には連続性があることになる。ただ、その本文の内容を見ると、日本国憲法は全文第一条で国民に主権があることを定めるのに、対して大日本帝国憲法では主権が 天皇にあると解されていた。ここで憲法の改正には限界がないとする見解を取れば、依然として大日本帝国憲法と日本国憲法との間には法的連続性があると解することができる。しかし、憲法の改正には一定の限界があり、主権の所在の移動は改正の限界を超えるとする見解によれば、大日本帝国憲法と日本国憲法との間には、 法的連続性がないと返される。そこで憲法改正言解説に立って主権の移動と神悟るの内容を整合的に説明する理論として8月革命説が唱えられた。8月革命説とは1945年8月14日に日本政府がポツダム宣言を受諾したことを法的な革命と犠牲し、その上で 便宜的に、上悟にある通り、大日本帝国憲法の手続きに、従って、憲法改正したとするもので、大日本帝国憲法と日本国憲法の間に、法的連続性はないとする見解である。なお、日本国憲法に付された上悟は、大日本帝国憲法に付された上、悟ると異なり、単なる最下、交付文であり、憲法の一部を構成しない。ありがとうございます。